はい、はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日はね、東京からね、大阪に来たということで、はい、大阪でね、おすすめのね、ご飯だったりとか、はい、スポットだったりとかを青志くんにね、レクチャーしてもらいたいと思いますよ。いいですか、準備。じゃあトップ3からいこう。トップ3から。そう、今先に、うん、トップ10からトップ5まで、ね、あ、長っ。そんな思いつく。いや、まあ、じゃあ思いつかないか。じゃあトップ5。トップ5。そう、5、4、3、2、1でいい。そう、確かね、大阪に、まあ、キャンプ、はいはい、あ、まあ5位から行くと、はい、5位。なんやろな、大阪。いや、難しいよこれ、大阪。あ、まあ、あんまりその、まあ、じゃあ好きなお店でいいよ。好きなお店、じゃあちょっとあの文字だけちょっとだけ変えて、著作権の、うんうんうん、ちょっとだけ変えて今お店で言うと、はい、つやですね。つや、つや、はつやです。ああ、なるほどね。あの、なんか何が売ってるんですか。なんか焼き鳥系なの。焼き鳥、なんか肉。え、なんで知ってんの。いや、知らないっす。だすげえ。知ってんのかと思ったわ。まあ、つやさんね。つやさんです。つやさん。はい。ということでね。4位。はい。まあ、僕めっちゃカレー好きなんですよ。うおお、でも、ラーメンも好きなんですよ。うわ、まあ、もうね、欲張りや。いや、すぎます。まあ、それよくない、多分。2つも美味しいもんね。でも、カレーの方が好きなんで。うお、カレーの方が好きだから、カレーの方が好きなんで、カレーが3位です。おー、カレーの、まあ、まあ全体的にカレーの店。はいはいはい、もう何でも好きと。はい。第2位は、で、第3位は、あ、じゃあ第4位がラーメンです。で、第3位がカレーです。な、何を取ってるの今は。なんか大阪の、大阪のスポット。なるほどね。なんか個人的に好きな店言ってる。なるほど。で、第2位、大阪の、まあ大阪からして、上から見て、地図上から見て、わかんないだろう。地図上から見てね、まあ、地図上から見て北の方行ったの。わかんない。俺も行って北の方も、なんかすごいいっぱい、なんやったっけな、なんちゃらパークかなんか。なんちゃらパーク、何言った、わかんないやん。でも多分俺新幹線で、あのプールプールはじゃあ見てないかもしれない。プール、まあ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 、あの、なんちゃらプールです。そうですね。まあ、なんかね、あの下の方にあるってことだけは言ってる。まあまあ、知らない人は、まあ、なんちゃらパークで調べる。なんちゃらパークかなんか。ワクワクしてた。第1位発表したいと思います。てけど多分大阪やねんけど、あ、まあほんまに先のなんちゃらパークの近くにあるキャンプ場があって。なんちゃらパーク、そう、なんちゃら、なんちゃらパークの、さっきのね、プールの話ですね。 その近くにあるんですけど、そこのキャンプ場がめっちゃ好きで。キャンプ行く？キャンプめっちゃ好きな。いいねー。お、仲間が。仲間だ。仲間がいた。おー、なはるとは、あおしと仲間になった。RPG。RPG。あおし RPG。ずるいじゃん、新品高い。第1位はね、あの、キャンプ場。いいねー。キャンプが好きだね。ってことでね、大阪スポットトップ5でした。ありがとうございました。結構やってたんだ。はーい。